中華民国立法院第7回中華民国立法院選挙は台湾の立法府である中華民国立法院を構成する立法委員を選挙するため2008年1月12日に行われた選挙である。3月に行われる総統選挙の前哨戦として与党の民主進歩党と最大野党の中国国民党の間で激しい選挙戦が戦われた。 二期八年にわたって政権を担った陳水編総統の経済政策の失敗に対する不満から陳水編与党の民進党は選挙戦当初から劣勢を強いられる厳しい選挙戦となった。今回の選挙から立法院の定数がほぼ半減されるとともに選挙制度も中選挙区主体の制度から小選挙区主体の制度へと改正された。与党民進党は 立法院の4分の1すら下回る惨敗を喫した。一方、野党国民党は7割を超える議席を獲得し、圧勝した。李登輝前総統を精神的指導者とする台湾団結連盟は民進党と国民党の一気打ちに埋没、比例代表でも議席獲得に最低限必要な得票率5%のラインを突破できず、議席を獲得することができなかった。 党派別勢力を円グラフで示したものである。国民党が4分の3近い議席を得たことが一目瞭然である。中国国民党民主進歩党新民党無党団結連盟無所属補欠選挙、欠員繰り上げ当選上記2ついずれも東京外国語大学准教授小笠原近郊のホームページよりありがとうございます。